皆さんどうもこんにちは、こんばんは、白おじゆうやです。パプロ2022ペナントの時間じゃーい。ということで前回の続き、王子プリンスやっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。前回の動画では見事王子プリンス初のリーグ優勝おめでとう。いや本当に最後まで2位オリックスとのね直接対決わからないところではあったんですけども、まあ見事王子プリンス初優勝ということで、皆さん本当に応援ありがとうございます。クライマックスシリーズはこちらの結果でございます。王子プリンスは1位ということでファイナルステージからの参戦でございましたが、見事アドバンテージの1勝を含めて4勝1敗でファイナルステージを勝ち上がり、見事クライマックスシリーズ突破でございます。今日はセリーグ巨人との日本一をかけた戦いでございます。初優勝に続き初の日本一、頑張っていきましょう。今回の日本シリーズの日程を確認していきたいと思います。まずは、第1戦第2戦はですね、王子プリンスのホーム球場での試合ということで、ピッチャーは打席に立たず DH 枠が、あるというところでございます。そして3試合目4試合目5試合目に関しましてはセリーグの巨人のね本拠地ということで、ピッチャーも打席に立ち、DH がなしという戦い方になりますので、まあ、そこら辺も皆さん注目して見ていただけたらなと思います。まあ、我がチームにはですね、昨シーズン獲得いたしました、ショウヘイ・オオタニ！大谷選手がね、いるわけなんですけども、やはり大谷選手二刀流としてね、ちょっと使っていきたいなというところで、まあ、一応予定では第3戦にですね、大谷選手を投げさせていこうかなと思っております。そして初戦はですね開幕、しっかり勝ちに行きたいと思いますので、エース森岡くんでねやっていきたいと思います。頑張っていきましょう。4勝したチームが日本一でございます。頑張りましょう。それでは日本シリーズ第1戦やっていきましょう。今回もですねちょっと動画長くなるかもしれませんが、一応王手がかかった、3勝した、次の試合に関しては皆さんと、選手をね見ながら試合を見ながら見ていけたらなと思います。なので基本的には、3勝するまでは試合スキップして皆さんに結果をねお届けしたいなと思いますので、まず初戦スターティングラインナップを発表していきましょう。それでは開幕戦第1戦ですね、日本シリーズスターティングラインナップ発表いたします。まずはピッチャーエース森岡くんでいきたいと思います。なんと言ってもですね今年負けなし、負けない男です。もうかっこいいですね、負けない男なんてね。いやもう女性の皆さんね、ぜひ森岡くんと、はい、よろしくお願いいたします。負けません彼。今年防御率1点台の14勝ということで、まあ、ここはエース森岡くんに任せたいなと思います。まあ、森岡くんがですね、今全盛期に来ておりまして、早熟型、今年齢が28か、早生まれということで、まあ、28の年になるんですけど、まあ、30ぐらいかな、能力をしてくるかなと思いますので、森岡くんが全盛期のね、間に日本一獲得したいなと思いますので、絶対今年日本一取ります。先発森岡くん、よろしくお願いいたします。続いて、野手スターティングラインナップ発表いたします。まあ、野手はですね、ベストメンバーですね。調子悪い子も、まあ、相川くんが不調なんですけど、やはりね、扇の要、キャッチャー B、佐々木戦術というところで、やっぱ外せない選手でございますので、まあ、小田この状態でいこうかなと。まあ、駒田くんがですね、クライマックスシリーズから、ノリノリ状態でございますので、もうビンビンを通り越します。はい。千田くんのビンビンを通り越してノリノリでございますので、まあ、ぜひ駒田くんにも注目していただけたらなと思います。まあ、駒田くんをですね、まあ、打順上げてもいいのかなって考えたんですけど、やっぱり慣れ親しんだ、打順で、まあ、スタメンで戦っていきたいなっていうのもありますので、初戦、はい、ベストメンバーでいきたいと思います。相手のですね、ジャイアンツのスタメンはこちらでございます。まあ、今現役で言うと、1番松原選手、2番吉川選手、3番に岡本選手か。
まあ普段だったらね、4番を打つ選手なんですけど、6番菊田選手、7番岡田選手、9番中山選手、そして本日堀田選手ということで、まあこちら今挙げた選手が、まあリアルでも、いる選手ですね。あとの他の選手は、架空の、選手となっておりますので、いや、相手ピッチャーエース堀田くんか。なるほどね。堀田投手もね、リアル昨シーズン初勝利を挙げましたけども、まあ若手でね、まあ、結構もう今7年、8年ぐらい経ってるので、まあ、能力もだいぶ上がってるかと思うので、油断はできません。頑張っていきましょう。では、初戦、結果、見ていきます。ショータイム！よーし、OK！ 快勝でございまーす。いやー、ここ、いや、さよなら？いや、さよならですね。いや、危ない、危ない、危ない。うわー、まあ、巨人に2点先制されたんですが、2点追いついてというところで、で、そっからは、ま、試合後半、試合動かずっていうところだったんですけど、10回の裏、モイネロ投手いるんだ、ジャイアンツ。ソフトバンクのね、いやー、絶対的リリーフでございますけど、モイネロ選手が、ま、巨人に行ってるということで。いやー、よくぞ勝ってくれました。素晴らしい投手戦でしたね。成績見ていきましょうか。いや、なかなか相手投手の堀田くんを打ち崩せなかったというところですが、まあ、しっかり5回に追いついてというところでございます。相川選手打ってますね。今日不調でしたが、2点タイムリー素晴らしいですね。うん。そして投手は、森岡くんがね、9回までしっかり投げてくれて、まあ、岡本選手にホームラン1本打たれた得点の2失点、ということで。いや、でもよくね、投げてくれました。森岡くんはね、またどっかのタイミングで、使えるかな？どうだろう？まあ、中5日ぐらい開けて使いたいなと思うので、まあ、後半ね、試合がちょっと厳しくなってきたらね、使っていこうかなと思いますので、ナイスピッチングでございました。見事、王子プリンス初戦開幕ゲームしっかり取っていく！見事、初戦、さよなら勝ちで勝った王子プリンス、勢いあります。クライマックスシリーズファイナルステージもですね、サヨナラで勝った試合、逆転勝利で勝った試合結構多かったので、いや、今ね、すごい勢いありますので、このままね、2連勝していきたいところでございますので、頑張っていきましょう。2試合目見ていこう。それでは、2試合目、スターティングラインナップ発表していきましょう。まず、投手ですね。宇都宮くんでいきたいと思います。はい、左のエースになってほしいね、宇都宮くん。今、現時点で22歳。まだ若い投手なんですけど、まあ、今シーズンは防御率4点台、そして8勝11敗と負け越しでね、まだまだなかなかいい成績を残せてないんですけどもね、なんとか森岡くんに次ぐね、エースになってほしいということで、2試合目任せていきたいと思います。野手のオーダーに関しましては、昨日の試合初戦と同じですかね。はい。まあ、佐山くんと大谷くんが不調ではあるんですけど、まあ、絶不調の選手がいないので、ベストオーダーでいきたいと思います。2連勝していきましょう。さあ、では2試合目やっていきましょうか。相手の先発ピッチャーは戸郷投手ですね。いや、戸郷投手はリアルでも活躍してますし、まあもうこの年齢になると絶対的エースなんじゃないかなというところで、なかなかちょっと点取るの難しいかもしれませんが、頑張っていきたいと思います。前回のね、強化試合、侍ジャパンの強化試合にもね、日本代表として選ばれて、ナイスピッチングでしたね、戸郷くんね。いやー、負けられない。頑張っていきましょう。宇都宮くん頑張ってくれ。では2試合目結果見ていきましょう。素晴らしい！快勝2連勝いやー、勢いあるよ。いや、でも両チームすごいですね。乱打戦ですね。すごい打ってますよ。巨人も5本いや、6本 !6 本打ってますからね、ホームラン。そして、王子プリンスも1回満塁、バーグマン選手4得点。いや、素晴らしい。1回で追いついたらすごいね。初回3点取られてね、ちょっと厳しいかっていうところだったんですけど、バーグマン選手が満塁ホームランで逆転して、まあ、その後はもうすごい乱打戦ですね。13対7と両チーム2桁ヒットということで、いやー、よく勝ってくれました。いやー、ナイスです。ちょっと成績見ていきましょうか。ということで、もう打数がね、まあ、5打席かなぐらい打ってますけど、いやー、でも結構みんな打ってくれてますね。いいですよ。まあ、ちょっと今日投手が結構打たれちゃったという感じですかね。まあ、野手に関しては素晴らしい13得点。そして、いや、宇都宮くんが5本ホームラン打たれてるな。ちょっとこれきついね。まあ、トータル6本打たれたのか。ジャイアンツ打線に。いや、被安打13。いや、ちょっと宇都宮くんもね、頑張ってほしいですけど、まだね、若い選手ですから。うん、まあ、でもいい経験になったんじゃないですか。宇都宮くんが取られた分、打線がしっかり取るというところで。いや、見事。
2連勝でございます。明日移動日挟んで、3試合目残り2勝すればオージープリンス初の日本一でございます。頑張っていきましょう。それでは日本シリーズ第3戦でございますが、ここからはですね、第3戦、第4戦、第5戦と、東京ドーム、ジャイアンツの本拠地での3連戦となります。まあ、オージープリンスね、1戦目2戦目としっかり勝って2連勝で、来ておりますので、このまま勢いでね、ここ勝って王手かけたいところでございます。第3戦頑張っていきましょう。それでは第3戦スターティングラインナップを確認していきましょう。本日の先発ピッチャーは二刀流ショウヘイオオタニ、大谷選手でいきたいと思います。まあ、ここはですね、セリーグの本拠地ということで、指名打者 DH がない分ね、ピッチャーが打席に立たないといけないというところで、やはり大谷選手を、初戦使っていきたいなと思います。まあ、あとはですね、みんな調子そんな悪くないので、まあ、この状態でいこうかなっていうところですね。まあ、大谷選手でも不調なのでね、まあ、これがどう出るかというところではあるんですけど、まあ、3戦目任していきたいなと思います。はい、ということで行きましょうか。いやー、3番岡本選手絶好調、ビンビンですね。気をつけていきたい。本日の先発ピッチャーは高橋投手ですね。サウスポーの左利きのね、投手かなと思います。さあ、3戦目ここ勝って大手かけて次決めたい。頑張れオージブリッツ。よほーし、強い強い強い、いいぞいいぞいいぞ。大谷くんどう？あー、でも、あ、逆転勝ちですね。7回に5点取って、あ、しかも大谷くんが打ってるスリーラン、すごい。いやー、今日もですね、先制巨人に2点取られてしまいましたが、4回しっかり追いついてと、そして7回のラッキーセブン5得点で、いやー、見事3連勝でございます。いやー、大谷くんも結構投げてくれましたね。途中レフトに入ってるかな、そうですね、バーグマン選手変わってレフトに大谷くん入ってますけど、いやー、この7回のスリーランホームラン素晴らしいですね。その前の落合くんの2点タイムリーも、いやー、さすがですね。この落合くん、大谷くんの並び素晴らしいですね。投手成績を見ていきましょうか。6回3分の1を投げて、4失点ということで、いや、でもまずまずいいんじゃないですか。よく投げてくれました、大谷くんも。うん、6回投げれば十分ですよ。しかも二刀流で出てましたからね。いやー、よくやってくれました。そして町田くんもしっかり2回3分の2投げてね、しっかりと抑えると。いや、結構中継ぎのね、後から投げるピッチャーも、抑えられたので、いやー、よかったでしょう。うん、スタミナ的にね、まだまだ、はい、元気いっぱいですよ、投手陣も。いやー、よく投げてくれました。ということで、さあ、見事、オージプリンス3連勝で迎えた次4試合目。次勝てば、次1勝できれば、初の日本一でございます。皆さんと選手注目して、見ていきましょう。それでは第4戦やっていきましょうか。オージプリンス見事1試合目2試合目3試合目勝利して3連勝。日本シリーズは4勝したチームが日本一でございます。王手でございます。リーチかかっております。今日この試合で決めましょう。頑張りましょう。ということで、今日はある選手に注目して試合皆さんと見ていきたいと思います。それでは王手のかかった第4試合スターティングラインナップ発表していきましょう。まずは投手ですね。投手はこちらの大高投手でいきたいと思います。大高投手2年目のね、投手なんですけども、今年海外留学に行って能力も上がっております。はい、まだ若い選手ではあるんですけども、しっかりとね、ここで、はい、勢いありますので、オジプリンス決めたいなと思います。大高投手任せました。そして野手に関しましては、ちょっと今日大谷くんがね、昨日登板したのもあってか絶不調、なので、ちょっと大谷くん今日一回休養していただいて、まあこんな感じで、はい、行きたいなと思います。まあ、でも大谷選手外れてもね、うちの外野陣やっぱ強い選手いますから、はい、安心です。大丈夫です、いけます。そして注目選手を、皆さんと確認していきましょうか。それでは今日注目する、大手のかかった試合はもちろんですね、一番最初にドラフトで獲得してドラ1の落合くんでいきたいと思います。いやー、もうね、落合くんもちょっと能力が下がってきてるんですよね。なので、なんとか今年ね、この落合くんもう今全盛期か、そろそろ今31歳か、ということなので、いや、落合くん注目して、もう今日決めます。初の日本一、皆さん
見届けていきましょう。さあ、いよいよ日本シリーズ第4戦、3勝0敗で迎えました。セリーグ覇者ジャイアンツ、パリーグ覇者オーチプリンス、勝つしかない。もうね、ジャイアンツとしては負けられないですからね。さあ決めるぞ決めるぞ。さあ第1打席ランナーなしで落合くんですね。相手投手は山崎伊織投手ですね。山崎伊織投手も現実だったらね、今若手の投手で注目されてるピッチャーなのでね。さあ素晴らしい先頭バッター、よく出ました。まあ、なんとかね、落合くんの前にランナーを貯めていきたいというところはあるんですけど、さあ無得点のまま両投手が素晴らしいピッチングをしておりますね。大高くんも頑張ってるよ。いや、ここね、負けちゃうとね、ちょっとね、今やっぱ勢いあるので、オージープリンス。なんとかここね、この勢いのまま、4連勝で決めたいですよ。頼むよ。今日落合くんビンビンですからね、絶好調ですからね。さあ、このあたりいい当たりですが、さあ、岡本選手。まあ、ちょっと先制点がどっちで、お、ホームラン打ってる、誰がホームラン打ってる。あ、でも1点取ったけど、追いつかれてるね。ちなみに誰ですか、打ったのは。落合くんの後だから。さすが、バーグマン。唯一のね、野手の外国人ですよ。いや、バーグマン選手もいい感じになってきたよ。まあもう29歳ね、もう30歳になる年なので。いやー、いいよいいよ。さあ、なお、6回の表、ツーアウトランナー2塁。チャンスで落合くん。有村くんが2塁ランナー。有村くんもね、一番最初のドラフトで活躍した選手ですからね、獲得した。今活躍してますよ。本当に初期に活躍した一番最初のドラフト選手がね、まだいる状態で、日本一を取りたいですからね。頑張れ、ここ追加点。欲しいところ、どうだ、抜ける、抜けるでしょ、よー、左中間抜けていく。でも落合君足遅いから二塁アウトになっちゃう。大丈夫、危ない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 。オッケー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 、ナイス、逆転。行こうぜ行こうぜ。いや、ここまでね、相手投手山崎投手いいピッチングしておりましたが、捕まえていくよ捕まえていくよ。こっからリリーフか、大丈夫。さあ2対1で迎えた9回の表。さあノーアウトランナー1塁、バッターボックス落合くん。あ、ピッチャー変わってますね。あ、高橋純平投手、これソフトバンクにいた選手でございますが、これはどうだ、入るか、入っていく。この追加点はめちゃくちゃ大きい。いや、まだ1点差でしたからね、ちょっと怖いところだったんですけど、9回裏この3得点は大きいよ。そして守護神伊丹くん投げるんじゃない、最終回。いや、ナイス落合くん、これぞ一番最初に獲得したドラフト1。いや、もう消えてったね。消えてったね、もう。そして5対1。勝ったー、見事点を取りました。歓喜の瞬間です。ついに成し遂げました。見事。最弱球団から始まった。王子プリンス。一般人。10人から始まったチームが。なんと日本一、そして4連勝での日本一でございます。ありがとうございます。いやー、素晴らしい、おめでとうみんな。いや、なんかここまですごい思い入れのね、選手がたくさん出てきまして、見事日本一でございます。いや、本当におめでとう。めちゃくちゃしんどかったっすけどね、もう最下位ね、6連続ぐらい、6年連続ぐらい取ってて、いやー、本当に強いチームになりました。ナイス。ちょっと言葉が出ないとはこういうとこですね。いや、素晴らしい、皆さん本当に応援ありがとうございました。見事最弱球団10人から始まったオージープリンス、見事見事日本一でございます。おめでとう。見事4連勝で
勝ち切ったー。あー、駒田くんがソロホームラン打ったんですね。駒田くんが打ってと、いやー、落合くんの9回のツーランもすごかったですね。ナイス勝利でございます。さあ、ちょっと成績を見ていきましょうか。なんかもうやりきった感がすごいわ。いや、大高くんもね、2年目でね、こういう日本シリーズ王手のかかった場面で先発で投げて6回失点。その後に投げたね、ピッチャーもよく抑えてくれましたね。素晴らしい。ナイス勝利でございました、本当に。見事、王子プリンス4勝0敗で日本シリーズ制覇でございます。おめでとうございます。ですが、なぜか、胴上げされてるのは、背番号3桁をつけた自由契約選手で獲得した選手がね、胴上げされております。なんでやねん。おい、そこ、監督だろ。さあ、ここからオフシーズンに入っていきます。まあ、日本一のね、歓喜は、もうここまでにしましょう。来年以降はですね、連覇。はい、2連覇を狙ってね、もうちょ、神々だわ。うん。ちょっと嬉しすぎて。はい、頑張っていきたいと思います。アディ投手がですね、帰国ということで。はい、お疲れ様でした。まあ、今年アディ投手ね、ヒルトン投手が入って、あんま使われなかった投手なのでね。はい、お疲れ様でした。それでは、ここからオフシーズン年間表彰式見ていきたいんですけど、その前にですね、チームの成績などを確認して、今年ドラフトで獲得した選手の成績などを皆さんと確認していきたいなと思います。2029年、王子プリンスの成績こちらでございます。見事、リーグ初優勝ということで、本当におめでとう。よくぞやってくれました。いや、2位オリックスの差はね、ゲーム差 2.5 ゲーム差ということで、なかなかね、厳しい戦いだったんですけども、見事初優勝ということで、皆さん応援ありがとうございます。セリーグ同じ境遇のですね、姫プリンセスも見ていきましょう。ちょっと相変わらず姫プリンセスは8勝か、ちょっと2桁も取れてないね。去年はね、2桁取れてたんですけど、初の2桁だったかな。ちょっと、姫プリンセスが、まだあれだね、最弱感がすごくありますけど、まあでも、昨年ね、ドラフトでイチロー選手とかも獲得しましたから、まあ、後ほどイチロー選手のね、今年の成績とかも見ていきたいなと思います。頑張っていきましょう、姫プリンセス。オジプリンス、本当に、今年、お疲れ様でした。ナイス勝利でございました。交流戦の順位も見ていきましょうか。交流戦優勝は、楽天が、優勝したということで、王子プリンスは9位ですね。そして姫プリンセスは交流戦1勝のみということで、まあ来シーズン以降ね、この交流戦も、優勝を目指して頑張ってやっていきたいと思います。投手成績を見ていきましょう。ということで、オジプリンスの、まあ、防御率は 3.81 ということで、まあでも去年までね、本当に結構厳しかったので、投手陣が。まあ今年よくやってくれたなという感じでございます。まあ救援防御率ですね、途中から投げるピッチャーの防御率がちょっと4点台と、まあチーム、リーグワーストになるので、まあちょっとやっぱりあれだね、救援陣、中継ぎ抑えピッチャー補強していきたいなというところではありますが、いや本当に今年はよく頑張ってくれたなと思います。素晴らしかったですね。もう優勝すればいいんです。はい、優勝すれば良きということでございますので、まあ来シーズンね、2連覇狙って頑張っていきたいと思いますので、投手陣もね、来シーズン頑張っていきましょう。野手成績を見ていきましょう。打率は2割5分7厘ということで、2位かな、日本ハムファイターズについて2位の打率ということで、まあ打者に関してもね、結構いい感じじゃないですか。まあ本塁打は今年はあれか。やっぱ2チャムちょっと強いですね。打線が、だいぶ2チャムは強くなってるなという感じでございますね。あとはですね、野手陣がですね、ちょっと年齢を重ねてきてて、そろそろ野手陣も世代交代を考えなくちゃいけないなってところであるので、まあ、今年の補強ポイントは、まあ、野手もしっかりドラフトとか若い選手取っていきたいなと思っております。あ、盗塁数も素晴らしいですね。今まで最下位とかだったんですけど、しっかり盗塁もしてくれてと。はい。あとは併殺はどう？ちょっと併殺飛ばしちゃったけど。あ、いいですね。併殺だもん。ついに。いやー、最下位。免れたね。よかったよかった。今までずっと併殺だがトップね。はい。3桁とかだったんですよね。去年まで。
いやー、しっかりと併殺打数もね、抑えてというところで。いや、よくやってくれました、今年は。本当にもう日本一でございますか。日本一のチームだよ。素晴らしい。個人タイトル見ていきましょう。ということで、首位打者、本塁打、打点王は、獲得ならずということで、初受賞の選手ですね、全員。素晴らしいですね。盗塁王は佐山くん、素晴らしい、62個。まあ、この理由としてもですね、2番バッターの小木曽選手がですね、起用法、慎重打法っていうのもなりまして、で、佐山くんが積極盗塁っていうのもあるので、まあ、ここのね、バランス、コンボもいい感じなんじゃないかなと思います。はい、佐山くんが積極盗塁で、小木曽くんが慎重打法によって、もう佐山くんがね、積極的に盗塁してくる。そして、小木曽くんがすぐにね、はい、手を出さないというところがいい感じにハマってるのかなと思いますね。いや、森岡くんも素晴らしい！おめでとう！いやー、今年負けなしですからね、森岡くん。いや、投手でもね、タイトルを取ることができましたね。14勝、最多勝、そして勝率第1位。まあ、防御率と奪三振はね、佐々木朗希くんに取られてしまいましたけど。いやー、でも森岡くん、初タイトルおめでとうございます。素晴らしいよ。土橋くんも3年連続の最優秀中継ぎ賞ということで。素晴らしいですね。もう絶対的エースと、絶対的中継ぎエースということで。いや、素晴らしいね。そしてリーグ、ちょっとセリーグも見ていきましょうか。まあ、セリーグもね、いつかね、ここに入ってきてほしいよね。あー、もうちょっと、姫プリンセス頑張っていこう。イチローさんとかね、ぜひね、すごい選手ですから。まあ、セリーグはちょっと海外の選手が野手はね、活躍したという感じですかね。はい、おめでとうございます。月間 MVP こちらでございます。野手に関しましては、落合くんが8月ね、獲得しておりまして、投手部門が今年3名、出てますね。3月、4月に森岡くん、そして5月に、大谷くん、そして8月に、栗林くんということで、しっかり投手も選ばれてきております。はい、今まではね、野手ばっかだったんですけどね、うちのチームは。投手もね、いい感じに揃ってきましたよと。セリーグを見ていきましょう。はい。いや、巨人がすごいですね。やっぱりリーグ優勝してますからね、セリーグ。投手陣が、巨人多いっすね。いやー、ちょっと姫プリンセス頑張ろうぜって感じなんですけどね。もうぜひちょっと来年以降は姫プリンセスも、急にね、王子プリンスも一気に成績上がってきましたから、姫プリンセスもね、急に多分上がってくると思うので、ぜひ頑張ってほしいなと思います。オールスターファン投票結果こちらでございます。森岡くん2位に、投手選ばれております。先発部門。そして土橋くんが4位ということで。なるほどね。まあまあでもね、入ればいいですからね。相川くんも選ばれております。あ、これ大広選手、捕手1位で選ばれておりますね。姫プリンセス。おめでとうございます。有村くんも、二塁手1位と、落合くんも三塁手1位。まあ3位の小木曽選手三塁手にいるのは、あれですね、駒田くんが今年、海外留学に全入ってまして、落合くんファースト、サード小木曽くんを使ってた影響で多分三塁手で、はい、選ばれてる感じですかね。安山くんも1位と、素晴らしいですね。まあ今年外野手がちょっと選ばれなかったか。指名打者にバグマン選手。いいですね。しっかりオールスターも、みんな選ばれてきておりますよ。素晴らしいオジプリンス。日本一ですからね。それでは、ここからドラフト2029で獲得した選手のですね、今年の成績確認していきたいと思います。まずは、ドラフト5位、立原投手でしたっけ？立原投手ですね。中継ぎ抑えのピッチャーなんですけども、今年は1軍登板なしということですね。はい。まあでも特殊能力いいですからね。来シーズン以降使っていきたい。まあ救援陣がね、中継ぎ抑えのピッチャーが防御率もうちのチーム悪かったので、はい、出てきてほしいなという投手ですね。まあただね、活躍の波が激しい、そして早熟型というところではあるので、まあそこがね、ちょっと厳しいかなというところであるんですけど、まあ能力さえ上がればね、中継ぎとして使っていけるかなと思いますので、頑張ってほしいところではございます。ドラフト4位、外野手、芦澤選手見ていきましょう。芦澤選手も、今シーズンは1軍出場なしということで、まあ芦澤選手もですね、赤特殊能力、三振併殺、そしてパワーが Z ということでね、まあまだでも高卒っていうところもありますから、キャンプ効果も少ないので、まあしっかり日々のね、練習から、はい、能力上げてきていただけたらなと思います。ドラフト3位、投手中継ぎ抑え、前の投手見ていきましょう。前の投手も今シーズンは1軍登板なしということで。
まあ、ただね、特殊能力結構いいんですよね。左利きの女性に強いみたいな。そして安定しますよみたいな。はい。で、まあ、ゆるくも、はい、早くもできますみたいな。まあ、女性にとっては嬉しいんじゃないですか。はい。何がとは言いませんが、はい。中継ぎ抑えができるというピッチャーでございますので、うん。まあ、能力もですね、いい能力してるので、まあ、ただね、結構今、うちのチームも、一軍メンバーが固定されてきてはいるので、なかなかね、一軍出場は難しいところではあると思うんですけど、頑張ってほしいなと思います。ドラフト2位、三塁手、豊島選手、見ていきましょう。豊島選手はですね、今シーズン1軍出場しておりますね。打率2割5分2厘、47試合、103打席立って26本の安打、本塁打1本、打点9、盗塁1ということで、まあもともとですね、基礎能力も、はい、高い選手で、特殊能力も結構持ってるというところでね、サードの守備位置なので、まあ落合くんがね、年齢的にももうそろそろ厳しくなってくるかなという感じでありますので、落合くんの後にね、出てきてほしい選手ではありますね。はい。ただ基本能力ね、基礎能力が伸びにくいというとこなので、まあ特殊能力とかをたくさんつけて補っていけたらなと思います。ドラフト1位、投手先発中継ぎの小林選手見ていきましょう。小林選手も今シーズン1軍登板なしということで、まあ小林選手もですね、使いたいんですけど、この赤徳のですね、乱調、まあ突如乱れるという赤特殊能力を持っております。やっぱ女性の皆さんもね、突如乱れる男は嫌いでしょうと。うん、いうことで、まあ、今シーズン登板なかったんですが、まあでも彼海外志向が強いということで、はい。まあ活躍したらメジャー行きたいよという思いもあるみたいなので、そして大学ナンバーワン投手で入ってきたね、投手でございますので、はい。頑張って能力上げて、ぜひね、うちの王子プリンスのローテーションを勝ち取ってほしいなと思います。はい。以上でドラフト2029の、選手紹介、終わりたいと思います。ありがとうございました。それでは、おまけなんですけども、同じ境遇のですね、最弱球団セリーグに所属する姫プリンセス、に昨シーズンですね、ドラフト1位で加入いたしました、イチロー選手のですね、今シーズンの成績見ていきたいと思います。前半戦確認したらですね、1試合も出てなかったんですよね。なぜ使わないっていう感じだったんですけど、まあ、後半戦以降はどうなったのかというところで見ていきましょう。さあ、どうですか？あ、出てはいますね。うん、打率2割5分9厘、55試合、打数201、安打52、ホームラン5本、打点22、盗塁3ということで、まあまだあれかな、能力にしてはというとこなんですかね。やっぱすごい能力してるので、イチロー選手は。やっぱり打率もね、4割とか。はい。まあなかなか4割って厳しいと思うんですけど、まあ目標としてね、4割打ってほしいですし、まあどっちかというとホームランバッターではないので、まあホームランは2桁ぐらい打ってくれればいいんじゃないかなというとこじゃないですかね。あとはやっぱ足も速いんですけど、ただね、起用法にね、積極盗塁とかついてないので、あんまり盗塁しないというところなので、まあ、そこら辺もね、積極盗塁とかつければ、ガンガン走ってくれるんじゃないかなという選手なので、はい。まあ、1年目はね、まあ、高卒ということでこういう成績でしたけど、まあ、2年目以降ぜひね、はい、姫プリンセスを救ってほしいなと思いますので、頑張ってほしいですね。はい、応援しております。